女子 400m 決勝出場選手をご紹介いたします。5レーン、滝野美紀さん、立命館大学。6レーン、福井彩乃さん、立命館大学。ユニフォーム最初に来たのはいつですか？今日です。もう昨日いただいて今日やったので、うん、もうそのまま今日です。ああ自分は立命館大学のその学生として走るんだっていう自覚がすごい湧いてきて、余計それで緊張もしたんですけど、すごいもうこれで4年間戦っていけるのがすごく楽しみです。やっぱり立花の先輩が立花のユニフォームから立命になってっていうその流れが何回かやっぱりあったので、すごい自分もそのしっかり立命館大学のあの選手としてもっと記録残していきたいなって思います。やっぱり大学生で一番初めての大会っていうのもあるんですけど、まず今シーズンの初戦だったのですごく緊張してたんですけど、思ってたよりいいタイムで走ることができてすごい驚いてるんですけど、すごい嬉しいです。目標だけで言ったら、もう55秒前半ぐらいで走れたらもう十分じゃないけど、まあその合格かなって思ってて、って思ってたんですけど、思って4秒台でしかもベストっていう、すごいびっくりしたんですけど、確かに走れてはいたので、これぐらいの感覚がこのタイムなんやっていうのが分かってよかったです。立命館大学54秒58、この記録は大会新記録です。はい、チーズ。ありがとうございます。もうすぐアンダー20のアジア選手権大会があって 400m ハードルに出場させていただくので、去年に引き続いてまず2連覇して、その後のシーズンにもっといい流れを作っていけるような走りをまずしたいです。